スマホが更新されてる。素敵な場所ね。ゆっくり見ていきましょうよ。いいから行くぞ。月のかけらを集めないとだろ。ママに歯向くとは万死に値する。いいのよ、先を急ぎましょう。あれ、どうした、進まないのか。高そうな塔ね。まさかとは思うが、高所恐おい小僧、そんなわけないだろう。ママは他人より低いところが得意ってだけさ。このくらい、ゆずきちゃんのためを思えばへっちゃらよ。無理はするなよ。行き止まりか。この装置が怪しいな。早速、起動してみましょう。どういう原理で動いてるんだ。まあ月が壊れるくらいだし、床くらい動くわよ。黒いかかしに到着ね。お仕事は始めましょうか。このかかしにもこの前と同じ魔法使いの過去が記憶されてるのか。魔法使いの学者で出会った二人の少女と一人の少年。時を共にし親友となった彼らは契約の儀を前に思い悩む。交差する行為が三人の未来を変えていく。少年の死と一人の少女の失踪で親友の絆は途絶えたように思えた。魔女の町から遠くない、霧立ち込める深い森でのこと。しんと静まり返る森。まるで予期せぬ来訪者を睨みつけるような空気。そわそわと居心地の悪い素振りで、それは森の奥へと足を進めた。森の遺跡に佇む一枚の鏡。そこに映る像を見て、体が拒絶の反応を起こす。それは自らの姿を心から嫌悪した。汚れたものを隠すように真っ白な布をかぶる。
鏡の中から語りかける黒い影は、白い布をかぶったそれを、人の断りを外れた獣人と呼んだ。黒い影は、お前のことなら何でも知っているという風に得意げに笑う。人間になりたいんだろう。黒い影のネバネバとした口調は、抗いがたい引力で獣人の心を引きつける。その申し出に獣人は強い決意に満ちた声で答える。人間になれるなら何だってすると。今度は獣人の過去みたいね。魔法使いたちがいた世界と似てたの。過去を修復すれば月のかけらが手に入る。でいいんだよな。そうね、大正解。さっきの獣人も布をかぶってたけど、この世界で流行ってるのか。私、知らぬうちにファッションリーダーになっちゃってた。時代を超えた流行を生むなんて、さすがだよママ。話を大きくするな。ここを上がったら、道なりに。俺が刑事を案内できたら、ママを楽させてあげられるのに。道が崩れてる。木の根を渡って進むしかなさそうだな。え、冗談でしょ。落ちたら即死よ。安心してママ。俺が命に変えて守るから。浮いてるんだから大丈夫だろう。下を見ない、下を見ない、下を見ない、下を見ない。命拾いしたわ。でも行き止まりね。私また道を間違えちゃった。この装置でなんとかならないのか。なんだ。なんだこれ。ワープした。想定通りね。私の案内に間違いはないわ。ああ。
高層ビル。俺がいた世界と刑事にはどんな関係が？ゆずきちゃん、もしかしてホームシック？ママが恋しいんだろ？うん、わかるぞ小僧。おい、この階段まさか壊れ。ゆずきちゃんダッシュ、ダッシュよ。はあ、危なかった。取り直してお仕事再開よ。かけらを集め終わるまで死ぬわけにはいかないからな。獣人が訪れたのは魔法使いたちが住む町。森の静けさとは少し違った、夜の町の静けさ。大きな屋根に守られて安心して眠る人々。獣人は羨望のような、憎しみのような、形容しがたい気持ちでそれを眺めていた。窓ガラスに映った黒い影の言葉。己の望みを叶えるために獣人は影の要求に応じる。
闇夜を震わすざわめきと住民たちの怒号。怯えた獣人は夜暗に紛れて森へ逃げ帰った。いつもの調子で笑う黒い影が獣人の成果を褒めたたえる。獣人は疲れた声で早く人間にしてくれとせき立てた。黒い影からの最後の望み、それは魔法使い100人の命を差し出すことだった。願いを叶える条件が魔法使い100人の命か。悪趣味ね。目が回るな。今のは、くそ、邪魔だ。誰もいない、すごい数の独房だ。刑事は罪人を収容する場所なのか。なら私たちはここにいないはずよ。この鳥は刑事を侵食する悪い子たち。ここで退治しないと月のかけらを手に入れる邪魔になっちゃうかも。お願い、妹だけは見逃して。どうか妹だけは。悪いな。それでも俺はこれ
れも仕方のないことなのよ。考え事？ああ、幼い頃姉さんによく守ってもらったことを思い出したよ。あら、お姉さんがいたのね。似てる？どうだろうな。いいこと思いついちゃった。スマホを貸してもらえない？ん？まあいいけど。おい、何を？気になっちゃってお姉さんに電話をかけてみようと思ったの。ふざけるなよ。ごめんなさい、ゆずきちゃんに元気出してもらおうと。なあ小僧、今の発言は見過ごせないな。誰しも間違うことはある。過ちの正し方はわかるだろう。さっきはきつく言いすぎたよ、ごめん。いいのよ、私こそごめんなさいね。気を取り直して最後のかかしを直しちゃいましょう。まだ三つ目だよ。ああ、いつになく禍々しい森の気配、その暴虐を、その傲慢を責め立てるようにざわざわと木の葉を揺らす。獣神はそれを意に介せず森の奥へと進んでいく。獣人が引きずる麻袋、中に入っていたのは魔法使いの死体。99人目の犠牲者に黒い影が歓喜の声を上げる。鏡の中から溢れ出す憎しみが獣人に流れ込む。混濁した意識から目覚めると、そこには一人の魔法使い。獣人は殺せという影の言葉に必死で抗う。やめようよ。
に現れたのは、ずっとずっと思い続けてきた、くせ毛の少女。獣人は、必死に、必死に声を紡ぐ。彼女に届くように。私はあなたの理想の人になる。だから、私を、愛してほしい。その声を聞いた少女は気づく。この異形の正体こそ、メガネの親友なのだと。獣人の正体が親友のメガネの女の子。ところに望遠鏡？これ、俺が子供の頃、天体観測で使ったやつだ。家族で順番に覗いて、俺が星の知識を披露したり。素敵な思い出ね。私たちもやりましょうよ、天体観測。俺は望遠鏡で星よりママを見ていたよ。この先に次の黒いかかしがあるはずよ。ようやく月のかけらにたどり着くわけだな。さて、獣人の過去を見届けましょう。森の遺跡で向かい合う、くせ毛の少女と、異形の姿となったメガネの少女。くせ毛の少女には、聞かなければならないことがあった。異形の答えに、くせ毛の少女はうつむく。
獣のうなり声と少女の敵意が森の中で入り混じる。思ってたのに、なんで分かってくれないの？どうして信じてくれないの？あんたなんて大嫌いよ。憎しみの獣となったメガネの少女はひざまずく親友に魔力の矛先を向ける。それでも全ての理性を失ったわけではなかった。瞳が涙ににじみ振り上げた拳が力なくほどける。人の心を取り戻した獣が手を差し伸べようとしたその時、そのつぶやきを最後に哀れな獣が古ぼけた鏡にすがりつき救いを懇願する。しかし鏡が返事を返すことはなく、ただ泣き叫ぶ獣の声が虚しく森の中に響いていた。黒い影なんて初めからいなかった。メガネの少女は自分の望みが叶わない世界に絶望し、自らに呪いをかけ世界のすべてに復讐していた。復讐の終わりには果てない虚無が続いていた。やっと再会できた二人の親友。相手を思う気持ちは一緒なのに、どうして人は争うのかしら。どちらかが傷つくことを我慢すれば、
争いは生まれない。俺がいた世界じゃそんなことばかりだった。まあ難しい話は後にしましょう。お給料の時間よ。奥に行けばまた。このテレビで次は俺の。過去の改変を望むのなら、まずは過去に向き合って。都心の高校の図書室、少年は勉学に励む。病室で吸うことだけを交わす彼と母親の触れ合い。離婚した父親の暴力で母親は寝たきりとなった。少年は大好きな母親のために人生をかけて医者を目指す。一日を終えた人々が行き交う都心の繁華街。夜の静けさとは程遠い大通りを一人の少年が歩く。喫茶店で勉強をした後、休みなくアルバイトへ向かう。少年は突然の着信に、すみませんとだけ言い、まだ声のする電話を切った。社会への苛立ちを隠すように少年は顔を伏せて走る。少年と肩がぶつかった同い年の高校生の集団。知性のかけらもない動物以下の鳴き声。関わるだけ時間の無駄だと、すみませんとだけ言い、少年は先を急ぐ。母親を救おうと目指した医科大学への進学。寝る間も惜しんで勉強に励み、アルバイトの掛け持ちで進学費用を貯める日々。少年は高校生らしい遊びもせず、大きなストレスを抱え込んでいた。母親の主治医に呼ばれ訪れた
病院の診察室、対面した白衣の男がゆっくりと口を開く。告げられたのは母の余命。少年は現実を拒否するように主治医に詰め寄った。身体的な衰弱による心臓の持病の悪化。主治医が説明するそれらは少年にとっても明らかすぎた。母親を助ける唯一の希望は心臓移植手術。適合するドナー探しに多額の手術費用と越えるべき壁は多い。突きつけられた過酷な現実に思考が霞んでいく。どうして俺の人生は。何度も繰り返した問いに、出される答えはいつも同じ。家庭内暴力によって、母親から全てを奪った父親。少年の心に、すすのように黒い憎悪が、今日も、こびりついていく。病室に響く心電図の音が母親の命を証明してくれる。苦しそうに眠る母の手を少年がそっと握る。彼は気づく。心電図の音と同期する己の内に響く鼓動に、全てを察したように少年は自身の胸に手を当てた。心臓ならここに。全部あいつの。何でもする。母さんが助かるなら俺の人生なんて。辛かったでしょ。壊れた月を直せればきっとゆずきちゃんの過去を。それまで嫌なことを忘れられるように私も頑張るから。ああ、おかげで気が紛れてるよ。今なんて言ったの？なんでもない。この先の案内も私にお任せあれ。頼りにしてるよ、少しはね。